おっすーこんにちはニースグルでーす。今日は僕よく YouTube の、まあ、TikTok もなんですけどコメントでセキュリティとかやめたら何すんのとかセキュリティしかどうせできないでしょみたいな話めっちゃ来るんで今日はセキュリティもともと同じ職場だった元セキュリティが今どんな仕事をしてる人がいるのかを紹介するのにその元メンバーたちをに来てもらって、まあ、当時のセキュリティの話だったり今何してるのかをちょっと話していきたいと思います。で僕が初めて六本木でセキュリティした時のボスがフランクさん でその時のメンバー全員フランクさんが働いてるお店で僕らセキュリティやらせてもらってたんで今日フランクさんにもお話聞きたいと思います。フランクさん喋るの苦手なんでやっぱり僕はセキュリティって舐められてるやっぱその夜の職業だからなおさらなんですけどそのどうせそれしかできないんでしょうとか偏見持たれてるからいやいや全然セキュリティやめた後もみんな稼いでるよっていうのを行きたいからまずやっぱりどんぐらい稼いでるのかっていうのを二人にピー入れるしまあオブラートにやれだからどんぐらいって言えばいいんだろう二人のまず伊藤くん同い年なんだけどもっと伊藤くんも18からセキュリティやってたんだね。そうアトムで渋谷のアトムでセキュリティ18、19、20歳とかでやっててで途中でほらこことかここでね俺たちと一緒のフランクさんの店、うん、で J も18からねで名古屋の方でやってでその時格闘技だったからでこっちに来た時にちょうどそこの呪文字、うん、とかそこの六本木ら辺で、まあセキュリティ俺らと一緒のセキュリティね。で僕たちのセキュリティ会社は最初のメンバーが僕たちだったんで僕とか前の動画で出てたダン君とかが最初だったんですけど後から渋谷から伊藤君が来たり名古屋から J が来たりしてそのみんなフランクさんの働いてるお店にいたって感じですかね。でその稼ぎなんですけど伊藤くん最近もまたすごい稼いでるみたいじゃないですか最近ほら会社自分でやってるからあれだけどフランクさんびっくりしますよ伊藤くんの稼ぎでもねサラリーマンの時にサラリーマンの時1年目でねこれは言えるちゃんと言えるあじゃあ不動産始めて不動産始めて1年目で月平均2000万ぐらいだった給料で1年目ですよそうでも伊藤君自分毎日夜会ってたんですけど本当に1日も休まなかった仕事しかも朝から夜の自分が出勤する時間までずっと毎日もともと六本その前の会社が六本木だったんですよだから朝降りるじゃないですか下とかでコンビニでなんかコーヒー買おうと思ったらもういるんですよそういつもそういるでおおとか言ってでも全部もう、ね、長かったもんねそうずっと仕事したもん誰とも連絡取らなかったですもん終わった時いやでもすごいよねでも1ヶ月2000万じゃん、うん、最高で2400万1年じゃないです1ヶ月ですよで独立して会社して最近が一番いいまあ社長業だからこれ役員報酬とまた違うけど会社の売り上げっていうかまあ、あらりっていうのだったらこれは P だけど、うん、P だけど1ヶ月っすよこれフランクス1ヶ月だからもうフランもううっすおっすよく怒ってるシャンパン全部くださ いお願いしますフランクス全部開けてくださいすごいですでもあの時から考えたら何倍って感じだよねもうそうでしょだってセキュリティの給料なんて、うん、給料なんて言ってたらだけど本当に普通の人と変わらないからね、うん、どういうみんな思ってるか分かんないけどマジで J さんは俺はどうだろうねでも会社長いからだって何年目だっけ俺13年目なんすごいよねすごいそう自分の会社13年目なんだけどそのセキュリティやりながらでしょそう初めの頃は結局なんていうのかなやるんだけどその採取して、まあ、マウスピースっていう授業をやってるんだけど、うん、その採取をして、まあ、お客さんから採取歯型を取って石膏して納品するっていうやり方だったの売れたけどこっちは不動産屋の会社で、うん、こっちはマウスピースを作る会社してるんですよで、うん、オーダーメイドだから大量生産の時だから、うん、
で週にじゃあ50件あったとしても一個一個作っていくと結局は、まあ10個しか届けれないとか、もしかしたらその時一人だったから、まあ、授業員がいなかったよね。そうそうそう、だからもうそういうのでなんていうのかな、粗利は大きいんだけど単価が安いからね、なんだけどその時間とそのなんていうの体力がどん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 考えたら、ね、そうそうそう削られていくから、まあ初めの頃はだいたいどうだろう、月100、200ぐらいは行ってたんだけど、すごい。そう でだけどそれがあって途中調子こいちゃうんだよ、本当に稼ぎ始めるともういいやってなってくるのよ、仕事が雑になってくるっていう。だってその時ちょうど俺と出会った頃でしょ。あのもういいやみたいなって感じだったの。だって俺ここ東京来た頃なんてここの給料、東京の給料、まあセキュリティの給料が新幹線代だったの。そう、あの、ね、前、名古屋から通ってたんですよ、グリーンランド。そう。だから新幹線の方が高いんですよ。来るだけで赤字になっちゃう。これ、すぐそこの赤坂で、俺、築地めしてたの、ホテル、ね。ホテルね。そう、築地めしてたの。へぇ。でも、ジェイは言ってたじゃん、あの、俺、人脈こっちで作りたい。俺、だから友達作りたかったからいいんだって言ってたじゃん。だから そこがあるから、別にその仕事運ってよりも、人脈っていうのを作りたかったの。でも、結果さ、ここでこっちでさ、なかった人脈を作って、今の会社のメンバー、全員クラブメンバーじゃん。まあ、そうだね。そのダン君含め、全員クラブの。プラスあったね。みんなコロナで仕事なくなった人を J が集めていいことすごいマウスピースの会社でそっからその収入っていう換算、まあ、人に任せるっていうことを覚えてくるのね。やっぱそれセキュリティがあったからそれを活かして人に任せるっていう事業ができるようになってからは、まあ、月3000個であったりとか、まあ、多い時とかは5000個とか、まあ、単価で言うと多分でも海外だから海外の単価って1個だいたい5万とか4万の世界なのよ。でそういったことで、まあ、UFC 選手であったりとかベラトール選手とか、まあ、もちろん今あの活躍されてる、まあ、ライジンの選手のチャンピオンであったりとかオリンピックもそう、オリンピックも、ね、うちさあのスポンサーで入ってオリンピック選手の金メダリストとかも、マウスピースを作ったりとかっていうのもやりながら、まあ、事業拡大してってるっていう状況。だからやっぱりさ若いうちってさ自分がプレイヤーってなっちゃうから、 そこをやっぱり J とかも伊藤君もそうだけど自分で人を回すようになったりすると考え変わるよね。だから失敗は結構あるよ俺、うん、だからあの失敗してるので本当に失敗いっぱいあるし、逆にその失敗をしてその人に批判をすごい浴びた時代があったの、うん、だから仕事が雑になるとやっぱり今まで J 作ってくれてJ に作ってほしいから買ってくれる、だけど思ったよマウスピース違うじゃんみたいなっていうのはよくあった。まあでもそれはそうだって伊藤君から信用してるから買う、うん、セキュリティだってお前が来ると思ってセキュリティ言ったのに変なやつよこしてくんだよ。まあそれ仕事やっぱ何でもあるよね。だからそこのセキュリティ運っていうよりも仲間が周りにいて、うん、じゃ自分が本当に悪くないって思ったことをまあ修正じゃないけど、だからみんなと出会えたことによって俺考えがすごい変わったの。だから当時こっち来た時なんてもう右左も分かんなくてもう暴れ放題だったっていう時代もあったから、だからその時にもう そもそもだって俺スグルとはだって仲悪かったもんだって。いやそう J は名古屋の人たちってすごいなんか喧嘩っ早いっていうかイメージ的には、だって伊藤君とも最初揉めてるし、こっちも喧嘩して、だからフランクさんだって俺だってすごい怒られてる。だってフランクさんも好きじゃなかったですもんね最初。だから俺結構すごい嫌われてたのよ。いや本当にマジで嫌われてたんじゃなくて、J がもう誰にでも敵すごいから。そうだからでもそれってやっぱりそのまあ時じゃないけど一緒に過ごすとやっぱ違うなって、うん、俺。感じるようになるのよ。いやだから俺それ年早々名古屋のセキュリティってそういうイメージだったからそのまんまだったよマジで。だから本当になんか来てよかったなって思う、うん、お金っていうのはまた別でそれは後についてくるものだ、うん、じゃあその後についてきたのは最近の稼ぎはどんぐらいなんですか。もう最近はまあ、まあ、言える範囲で、まあ、言える範囲で、まあ、言えなかったら P まあ1200ぐらいだね月に。そうすげえな。そうで海外にまあ、会社があるから海外の会社の口座から自分の分を取ってる。スイスとかにもだってね。そうスイスと LA にもあるし、あとブラジルにもあるし。J マジで喋ってるのバカなのにだって4カ国語喋れるし、いろんな国に自分のか、ね、
会社やったりすごいんですよね。だからまあそのそれもやっぱでも周りの人たちが支えてきてくれたっていうのはすごい大事だと思う。なんかセキュリティって結局その未来がないとかっていうの多分そのセキュリティだけじゃないと思うのね。多分ただ吉野家の店員がやっててもそうだよね、どの仕事やっても自分の考え次第で変わると思うのよ。それってだからどうやって人と出会えるかっていうのがやっぱ夜の世界が一番早いじゃないけど、確かに人脈が一番ね、まあ、一番人脈が早いと思うんだよね。それめっちゃいいと思う、うん、それをね伝えたいんだよね、うん、じゃあ2人はそのセキュリティ今不動産マウスピースです、どんな仕事をやってきたか、そのセキュリティの前とかでも。あ、他に何の仕事したことある？だって伊藤君なんていろいろやってきたでしょ。塾の先生やってたからね。そう、だってそんな頭良くないし、だって頭いいからいやいや嘘つけよ、ふざけんなよ。だって英語だって英語の先生やってたのにあのスタッフさんに「いやヒカル君英語できないじゃん」とか言って「何を教えんの？」とか言って父親がほら教員だから。あ、そっか、そうだよね。妹も教員だし、妹の旦那も教員だし、あの家族みんな先生なんですよ。妹もあのお父さんとか逆に来たら、なんでそのどこから別れたの、その不動産と教員の世界って。まあ、不動産っていうか、まあその前にいろいろやってて、ラッパ、なんかレゲエもレゲエもやってたし、でもほら中学校の時とかほら、あの親父が先生だから、もう90点以下はダメだよとか、あ、そういう教育厳しいね。やっぱあるんだね。点数良かったの、うん、俺、うん、オール5だよ。そうなの？中1の時オール5だった。いやマジ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 。だけどちょっと点数悪くなっちゃった時があって、そしたら親父にもう高校行けないよみたいな、でも全然行けるの、偏差値70とかあったから普通に、はいはい、すげえ、それはすげえ。だって J なんて偏差値70多分意味わかんない全然全く。フランクさん頭良かったんですか？でも絶対良かったっすよね。まあテストだとは、80点だったんでしょ。真面目そうだもん、フランクさん。そういう感じのだった。あ、じゃあセキュリティの時と今の仕事どっちが楽しいか。楽しさが違う。なんかセキュリティはセキュリティ楽しいところがあるし、うん、やっぱでもなんかこうなんだろうな、でもね、分かったのがセキュリティが立ってるじゃないですかって、うん、で結構ベロベロで酔っ払ってくるし、あー、すぐるやとか光るやとか言ってこうすごい会社の偉い人とか、うん、だけどいざ俺が昼食ついた時には、うん、そんなことないじゃん、入り口が違うから、同じ人でも、あ、それは結構違いがあるなと思いましたね。で飲みに来てるからもうほんとフランクな感じで、ね、来てくれるけど、実際俺がじゃあ不動産をお願いしますってなった時にはもう誰お前みたいな極論、うん、だからそれが結構違う、違いがそれ大きいなと思ったけど、でも逆にだから夜の世界はそういった意味では楽しかったかなっていう。確かにフランクにこう人とつながれるっていうか、まあ、六本木なんて特にさ、俺もそうだけど昼の方から入ると相手が外国人の社長さん、敬語じゃん、うん、夜だったら外国人の社長さん、あ、タメ口ハッキーだもんねまあでも極論そうだよね。だってもうどこの上の人、フランクさんは自分の職場の人だからフランクさんだけど、あと全員もう呼び捨てだもんね、うん、どっちが楽しいっていうか、どっちも楽しいよね。なんか、なんだろうね、たまにだよ、うん、たまにその何もない自分の方がすごい楽だって思う時ある。何もない自分、そう、だからその仕事をセキュリティで仕事をセキュリティの時って俺すごい真面目なのよ、うん、仕事に対しては。あ、そう、すっごい意外に、そう、俺多分本当にこの3人だったら一番真面目だと思う、うん、俺すごい真面目なのよ。これダメって言ったことに対して俺徹底的にやっちゃうタイプなのよ。そうそうそう、だからその、あの、その真面目な話で言うと、あのフランクさんこのダンス知ってます？こういう若い人たちが今ある、こうやって人にぶつかるダンス。ああ、結構自慢人もた、あ、そうそうそう、たまにもある。あのダンス、渋谷 TK ダメなの、渋谷ダメなんですよ。J がもうそのダンスしてるやつをみんな外に出して、あ、すっごい外に出すからダンスする人いなくなったんですよ、店から。あの J のおかげで。だから俺すごい徹底的にしちゃうから。嫌われてたもんね。そう、すごい嫌われる役やった。お客さんからすごい嫌われて、うん、いるのみたいな、ジェイクいる、あ、そっかみたいな、すげえがっかりして入ってくる人とか、うん、でも昔と今ってやっぱちゃんと違うし、で今の仕事って何、教える側、うん、その背中を見せる側だから、あ、自分がプレイヤーじゃなくてね。そう、だからなんていうのかな、
一つ言うことだけでやっぱ捉え方が違うから、なんか難しいのよ本当に。でも本当に仕事、今の仕事が昔の仕事かって言ったら、俺は多分セキュリティの方が楽しいと思う。あ、楽しい。だってね、やっぱり女の子とね、やっぱあ、でもそこがね、やっぱそういうのがね、出会ったりね、できるから、ね、でも女の子の出会いはもう俄然に多いね、もうセキュリティは絶対多い。だからその、そこだけは、しかもその金使わないで出会える。そう、あの昼行くと金使うでしょ。マジでかかるお金は、お夜マジでかかんないよね。かからない。フランクさんは全員フランクさんのところで働いてたんですけど、どういう印象だったか、まずで自分からで。あ、スグルさんね、まあ最初みんないろいろ分からなすぎてちょっと私もイライラ。ああ、確かに、うん、俺も最初フランクさん嫌いだったもん。いや俺みんな嫌いじゃん。全員嫌いじゃん。俺なんて入ってきてまだ2日ぐらいの時に普通ダメって言われたことを10時間、あ、5、6時間後にこの人は大丈夫だからって言って。あ、そうそう、あ、もうあるあるで、うん、俺フランクさんのこと1年ぐらいずっと嫌いだったもん。本当だって、俺とユーでフランクさんにずっと怒られて、絶対もうここ辞める時絶対あのぶっ飛ばしてから辞めようって言ってた。まあ、それはなんでうちも困ってたのは、みんな好きだけど、でも警察とかいろいろあるのでちゃんとしてくれないと。そうですよね、まあ、お店としてはやっぱり上の人が困っちゃう。そう、困ってると思うので、それでちょっとね、厳しくね、厳しくしないといけないなって困ったんですよ。じゃあ印象は嫌いだったと。嫌いだった。うちは嫌いじゃなかった。うちはそう思ってなかった。考えてもなかった。ただ教えないといけないのは思ってた。ああ、真面目。こっちが勝手に嫌いだった。勝手に嫌いだったね。なるほどね。セキュリティと今の仕事の共通点じゃないけど。あるんだよね。どういうのが共通点？マジで。俺不動産の仲介業だから、自分でこれを仕入れて売るっていうんじゃなくて、人がね、売り主さんが持ってるものを売りたいって言って1億で売りたいとか、で8000万で買いたいとかの間に入る仕事、だからこう意見調整みたいな。あ、セキュリティじゃん。そう、俺途中で気づいたんだよね、それ。そ、今言われて確かに確かに。だから要は仲介ね、要は仲介ね、要は1億で売りたいよって8000万で買いたいよって言ったら、1億は高すぎるし8000万は安すぎるから、こっちはこっちになって失礼だと、こっちはこっちになって失礼だと。あー、喧嘩じゃん。相場だから、要は僕ら喧嘩の仲裁。僕らの仕事って物を売るんじゃなくて、人と人の意見調整をして納得していただいて、じゃあ買いますかっていうあれだから。それ今日一番の多分あれだよ。だから超似てる。だから喧嘩も結局さ、人間って自分の主張しか言わないから、あいつが殴ったこっちが悪口とか、そうそう、ね、俺の女に手出したとかで、うん、揉めちゃう。してこっちが偏っちゃうともう話が成立しないからね。そうそうそう、こいつ悪くないでしょっつったら、こっちは激怒するわけじゃん、セキュリティの時も。だからその意見調整をするっていう意味ではすごい。どうすんのこのさ、俺さ動画でセキュリティを集めたいのに、セキュリティがみんな不動産のことだったら、セキュリティなくなっちゃったらどうすんの。逆にいや、それはね結構あ、でもそれすごいいいかもしんない、いいね。でもその楽しかった仕事を生かして今の仕事できてるってすごいいいよね、うん、あのセキュリティやってよかったよっていう、あとここ大変だったっていうのあれば。なんかやってよかったの、さっきも言ったけど友達が多くなる、まあ、それはめっちゃみんな満場一致だよね。だしやっぱなんだろう、お金持つ持たないとか出世するしない関係なしに、嫌う仲間ってずっと嫌う仲間だから、確かに。だからずっとスグル君と飲んでるしね今でも。だって俺も東京出てきて絡んでんのセキュリティ関係だけだもん。そうそうそう、だから新しく出会った人ももちろんね、職業が入って多いけど、やっぱり昔の友達の方が楽しいし。J はよくセキュリティ、セキュリティ、まあこれからセキュリティ、まあ僕たちのセキュリティの時代ってちょっと違うわけじゃん。そう、今と絶対違うし、まあ、まあ、法律改正されたりとか、まあ当時はね、まあこれ P だけど、まあ殴りあり、なんでもね、やっぱ制圧をしないといけない。でそれを制圧の仕方がどんどんこう法制ね変わってって、やっぱ変わっていく上で、まあ、セキュリティっていうイメージ自体が怖いっていう方から、警備とか、なんかただのまあ誰でもできる職業とねいうイメージだけど、それはそれやったことない人からしてみたらそういうイメージかもしれないけど、いざそこでやってみたら違うものが生まれると思う。例えば僕なんて当時入った時にスタッフ、本当に普通のスタッフが今は本当クラブの社長やってます
ていう人ばっかりなのよ。で、あの、な、支配人やってますとか、いや誰がどうなるか分かんない夜の世界なのよ。だからどっかのクラブで、あ、オープンしたからそこの、まあ、店長やりますとかっていうつながりがすごいできるのよ。そうするとじゃあ何がいいかっていうと、当時一緒に働いた子がじゃあ外でね、あの仕事辞めた後でも、あのオフの日でも遊びに行きやすいとか、なんか可愛がってくれるっていうのは、夜遊び行きやすいね。そう、そういうなんかメリットっていうのはすごい大きいと思う。顔が、自分の顔っていうのが、あ、ジェイ君とか、スグル君とか、ヒカル君って、こうフランクさんっていう、こうちゃんとしたイメージができるの。普通の昼食だったら多分タイムカードを切ったらもう知らないっていう時代じゃん今って。だけどそのセキュリティっていうのはすげえ偏見だな。俺はそう思う。だからその今仕事ってすごい選べる世界なのね。インターネットで何でも選べる世界だし、不動産だってその稼ごうと思ったらいくらでも海外で稼げるし、でもやっぱそれ人それぞれの価値観があるけど、セキュリティやっていく上ではいいか悪いかって言ったら俺すごいおすすめするし、若い子たちで言うとそうやってみんな集まって、あのよりいい、みんなのいい遊び場、セキュリティがいるからここに遊びたいなっていう場所を作れるセキュリティになれれば。あ、でもそれそっか、うん、でも昔はさ、セキュリティって結構地位高かったじゃないけど、お店としてもすごかったじゃん、 その重要視されてた。でも今はやっぱり、まあ、変な話、揉めたらもう手出してみろ、もう警察行くぞみたいな。そういうのを、あとこうやって回されたり、そうそうそう、動画回されるから、そういうのも別にデメリットはそういうとこではあるかもしれないけど、うん、そのセキュリティがいるから私は、ね、安全に遊べて、うん、でちゃんと帰れるっていう女の子であったり男の子、うん、だからこのセキュリティがいるから多少なりちょっと顔パスでたまにはいいかなみたいなっていうのができるようになると、やっぱみんな楽しい場所ってこう増えていくと思う。そうだね。だからセキュリ、うん、スタッフだけじゃなくてセキュリティもそのありきの、絶対かっこいいセキュリティいいよね。だから、うん、だから俺そうやって言ったら、今ダン君とかチャーリー君っているんだけど、そういう人たちがいたから自分がそのセキュリティやれてきたと思う。まあ、でも俺本当にセキュリティやってよかったしかないからな、まあ、今もちょっとやってるけど、まあ、でもこうやってなんか セキュリティ終わっ、俺は今ちょっと週一でやってるけど、うん、セキュリティその卒業したメンバーがさ、こうやってJと伊藤くんは仕事で成功してる、うん、あと格闘家で成功してる人たちいっぱいいるじゃん。そうだね、だってあのライジンにそれこそ出てるさ、武田浩二もセキュリティ後輩だし、うん、武田そうだ、あと 1FC に出てる松島小読みっていう、うん、まあ多分2人とも被ってないけど、もう元々同じセキュリティだし、あと阿部大地、ライジンだってあれ UFC、1FC、ね、世界の団体全部出てからのライジン、大地はすごいだね。だからそういうなんかすごい選手、友達、周りがすごいとやっぱり自分も刺激もらって、俺はずっとさ、セキュリティやっぱ長くてみんなが成功しても俺は給料変わらずあんま変わんなかったけど、やっぱ刺激もらってちょっとずつちょっとずつうまくいくことも増えてきたから、だからすげえセキュリティいいよなっていうのを伝えたい伝わってほしい、うん、まあでもだから今、今だから職業に YouTube、 今すごいじゃん、 YouTuber になりたいですとか多いじゃん、うん、その中に、まあ、せめて10位以内にはクラブセキュリティー耐えるのが俺の目標。まあ、一番はだから 俺はやっぱりフランクさんにお世話になってるから、俺はその自分たちセキュリティメンバーでみんな成功してフランクさんにそうやって成功してるのを見せてあげたい。俺はフランクさんの下でずっと俺たち、俺がやってきたから、それがやっぱり、まあ、伊藤くんこの後シャンパン全部開けるみたいな飲めねえよ、まだそんなもう肝臓いかれるでしょまあね、今日はそんな感じでちょっとみんなにこれを見てくれて、またセキュリティやりたいなって人が一人でも増えてくれたら嬉しいなと思います。じゃあチャンネル登録、コメント、グッドボタン、 いいねとグッドボタンって一緒なんですかね。うん、よろしくお願いしますじゃあそんな感じで次回も見てください。おっすー。